はい、家電アドバイザーの大岩俊之と申します。今回ご紹介する用語は 5G です。 5G 第5世代移動通信システムです。で、今まではね、この 4G というものが使われていました。で、これから 5G というものに変わっていくわけなんですが、この 5G によってですね、この世の中が大きく変わるって言われてるんですよ。まあ、簡単に説明すると、通信は高速、まあ、100倍ぐらいですかね。で、大容量、もう本当に容量が一気に送れるっていうのと、多接続、たくさん一気に接続できるんですよ。で、例えばドーム球場に行ってですね、スクリーンに映像を映し出されてるんですが、映像って場所によっては全く見えないんですよ。でも、それを見るために皆さんがスマホにつないで見ていれば、その場所のスクリーンを見なくても皆さんのスマホに映っているというようなことも起こってきます。あと、低遅延っていうのが、こうなんていうんですかね、リアルタイムじゃないと、こう多少のタイムラグが生じるので、こちらで伝えたこと、作業したことが少し遅れて通じるわけですね。特に医療業界ではですね、遠隔でこの手術したりする場合に、こっちで動かしてるのに動くのが数秒後っていうのはまずいわけですよ。だから、そこもかなりこう、新しくなることによって起こらなくなってきてるっていうものなんですね。まあ、あとはこの AI 時代が来ると言われてますし、 IoT というものとインターネットがつながるというものでは、この 5G というのがね、なくてはならないものなんですね。はい、これ非常にもう大切で、この 5G が出てきたら、もう当分この言葉が主流になってくると思いますので、ぜひ覚えておいてください。